チアイガーにやってまいりました。シジュカラが元気に鳴いてますよね。人生もシジュカラと思いたいですよね。で、この川はですね 100% 湧き水だということです。人工の川なんですけども、長い時間かけてこういうふうにきれいにですね、保って、子どもさんたちがですね、いつも掃除してくれててですね、本当ゴミ一つ落ちてないきれいな水です。ラッキーだと入っちゃうかな。すぐにその係のおじさんがやってきて、なんか注意されるのかなと思ったんですけども、調査中ですかって聞かれたんで、ちょっと答えに困ってたらですね、いろいろ、教えてくれたんですよ。で、ここにいるのが、エビが多いんですけども、シナヌマエビというエビですね。名前の通り、中国の原産ということで、こちらが非常に多いと。南の前日とですね、区別するには、DNA 鑑定とかがやっぱいるんで、ちゃんと調査したんでしょうね。で、このエビが非常に多いと。で、私なんか他にも網使ってですね、ガサガサしたんですけども、どんどん何も取れないですよね。他の子供さんはなんか魚とか取ってたようですけども、あと、カワニナですね、皆さんご存知のホタルの餌、このカワニナがもうそこら中で取れますね。本当にあの川の雰囲気が良くて、なんか天然のですねアクアリウムと言ったらちょっと変かもしれないんですけども、水草とかもですね、すごい綺麗なのがいっぱいあって、本当雰囲気良かったですよね。で、ちょっとこの辺もうちょっとね上流上がってってガサガサしたんですけども、やっぱりエビですね。いいとこに、くそ。ここの川にはですね、仏土壌、あと墨雪ゴリとかですね、数珠掛けハゼ、すごい、本当に清流にですねいるような魚が生息してますよね。本当に魅力的です。で、ここに見える魚は、おそらくはですね、アブラハヤかなと。ちょっと泳いでるとこに横線が、ちょっと黒い横線が見えてるんで、アブラハヤの特徴の一つ。ただこれ地域とかですね、大きさとか、このもう一つ似てるのがタカハヤなんですけども、タカハヤもこう線が生えたりですね、この辺はちょっと区別が難しいところですね。尾のですね、尾っぽの部分の切れ込みが深いのが、アブラハヤっていうことで、これちょっとしっかり見ればわかるかもしれないんですけども、アブラハヤ。最近ですね、魚見ると美味しそうに感じて、これなんかも骨酒かなんかにすると、非常にいいんじゃないかなと思いますよね。本当にいい場所だったんで、また違う季節にでもですね来
てみたいなと思います。どうもありがとうございました。